今回の総選挙で、あ、おはようございます。はい。一番忙しかったジャーナリストだろうと思います。何局行きました？日本放送もね、ご協力いただいて。日本放送を中心に。中心に。やらせていただきました。ね。もう全部行ってないんですか、全部。NHK にはさすがに出てませんでしたけど。もう売れっ子で売れっ子で。まあ、それでマジな話。はい、まあ、小選挙区比例代表並立制というね、その小選挙区が持つその特徴によって、まあ、自民党の得票率がいくらだの、それに比べて当選率がいくらだのって、うん、まあ、また乖離してるわけですけど、ええ、まあ、だけどね、そういうの見てもね、思うんですけど、勝ったことは勝ったわけで、うん、ね、対象ですよね。はい、対象ですね。50ぐらい減るんじゃないかなって言われてたんですが、だけど安倍さんがやたらですね、謙虚にとか、うん、なんか非常に腰が低い。ね。いつも、なんかこう、上から目線の人が、いきなり低くなると、ちょっと何考えてんだろうっていう。不気味な。当選のバラつけの時も笑ってなかったんですよね。高島さん、覚えてます？小泉さんが、郵政選挙で大勝したことありましたよね。300議席、バーンと。あの時に、やっぱりバラをつける時に、笑ってなかったでしょ。ああ、そうか。ね、あれ、そうか。で、ところがあれは、楽屋じゃないけど、台に上がる裏のとこで、当時世耕さんね、が、そのコミュニケーション戦略の担当やってたんだけども、世耕さんが小泉さんとかみんな表に出ていくときに、絶対笑っちゃダメですよって言って送り出してるんですよね。つまり対象するとほら笑ったりしてるともうこれで一気にまた反発来るから、だから安倍さんがもう固くなに笑わなかったでしょ。あれはだから緊張というよりもあえてやっぱり笑わないようにしたっていうふうに僕には見えましたね。まあ、それの詳しいことまた7時台に伺いたいですけど、はいはい、鈴木さんはおっしゃってるんですよね。自民大勝と言うけれど、実はここを見てくれと、はい、そうは言い切れないんだぞという、ええ、まあ、支持率については今日の読売の調査で、ちょっとね、支持率の方がね、上がりましたけども、選挙結果では、どこを見てそうおっしゃるんですか？私はね、まあ、もう、はっきり言うと、北海道と、北海道、新潟と、沖縄なんですね。はで、ここは、みんなわかる。うんうんうん。それぞれ、安倍政権の非常に重要なテーマを抱えている地域なんです。そうですね。例えば北海道だったら、はい、今もうなんかみんな忘れちゃったけど、TPP 問題がありましたよね。はいはいはい、から今 EPA だけども、農業、それから地域経済がなかなかアベノミクスの恩恵がない。なるほど。そういうところの地域ですね。うん、から、新潟は原発。沖縄は基地問題。はいはいはい、でこういうところで1対1の対決、一騎打ち構図になっているところは、結構自民党負けてるんですよ。ということはやっぱり安倍政権の重要なその政策課題のところで、一騎打ちになると負けてるところがある。そうか、うん、この辺はだから自民党はね、これはやっぱ深刻に受け止めないと、政策テーマごとにですね、まだ国民としてはね、必ずしも政権が今やろうとしていることに必ずしももう信任、賛成ではないよっていう、そこを肝に銘じないと、強引にそういうところで行っちゃうとね、この特に3テーマはそうだけども。本当ですね。うん、だからそういう自民党にはこれやっぱりしっかり教訓としてね、はい、結果を僕は出してるんだと思います、ね。しかしこの3つとも、いかんともしがたい問題ですね、みんな。そうですね。TPP はね、今度ゴルフ一緒にやるトランプさんが、もう井の一番にぶん投げちゃったし、ね、それから、新潟の柏崎刈谷になりますかね、はい、あそこは田中委員長がなんか最後っぺみたいにね、いいんじゃないかみたいなことになってやめちゃったし、それから沖縄はね、これはもうずっと相変わらず、うんうん、だけど一議席は取ってるんですね。まあそうですね、うん、だからもちろん自民党も、巻き返してはいますよ、だけども謙虚にっていうのは、はい、安倍さんがおっしゃる謙虚にっていうのはね、はい、まさにこういうところに自民党がこれから、まあ、安倍政権がね、気持ちをこう持ってちゃんといけるのかなっていう、はそこなんですよ。無理やり厳しい顔をするのではなく、本当に政策でね、はいはい、こういうところに気配りっていうか、しっかりと対応できるのかな、そこだと思うんですよね。いやだけど最後にちょっと伺いたいですけど、はい、盛りかけなんていうのはもう全然滋賀にもかけないみたいな感じだったんですかね。いやだけど、これ認可問題っていうのはまだこれから来ますし、それから、まあ、いくつかのメディア私聞いてますけれども、新たないろんなまだね話をね取材して持ってるところあるんですよ。だからこういうものを国会に合わせてね、もう一回ぶつけていくって話も出てます。だからそうなるとこれはねやっぱり国民の中でもまだ終わってないっていう、そこが再燃する可能性はありますよね。天敵の辻元さんが国対委員長になったし ね、なかなか激しそうですよね。安倍さん嫌いですからね。そうそう、だって辻元さんが安倍さん大嫌いだな。辻元さんが質問するともう本当に安倍さんちょっと冷静になってよってぐらい。そうそうそう、だからあれ見たくてだから早く。はい、鈴木哲夫さんは続いてはね7時から登場します。
はい、今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、はい、総選挙の結果でいろんな角度からいろんな人がいろんなことを言っておりますけども、はいはい、今ここで聞きたいのはね、はい、ちょっと先走りかもしれないけども、安倍さんがやに謙虚ね、まずこの理由、昨日もですね、緊張感を持ってね、職務に取り組んでほしいと、うん、初の閣議でそう言った。で、夜は、幹事長とか副総理、まあ、二階さん、麻生さんなんかとステーキ屋さんで会食して、伝わってきたところでは、謙虚にやろうと。うん、謙虚。はい。安倍さんの辞書に謙虚という文字はあったんですね。やたら最近使います。まあ、選挙戦で、例えば、まあ、象徴的なのは、今回の選挙で、もう遊説で引っ張りだこだったね、はい、小泉進次郎氏が、はいはい、その、いや、全国回ってね、やっぱり相当厳しい声があるって、うん、これが現実なんだみたいなことをね、進次郎さん、率直に言いますよね、なんでもね。彼が大体回る選挙区っていうのは、ほら、厳しい選挙区、自民党が、はいはい。そこに応援来てくれ、来てくれって言うから、彼が行くとこって結構自民党が厳しい、どう厳しいかっていうね、自民党に。よく彼知ってるんですね。うん、肌で感じられる。そうそうそう。だからそういう意味では、うん、彼も言ってたけれども、まだそういうその盛りかけ問題含めてですね、自民党への不信感って残ってるんだって言ってました。だからそういうものに対して、やっぱり対処したからといって、緩んではいけないという、やっぱりその警戒感っていうのかな、引き締めなきゃっていう思いは安倍さんにもあるんだろうと思いますけどね。政治家って面白いなと思うのはもう、例えば再来年の参議院選挙とかね、なんか言ってどうしたこうしたで緊張感もあるようだし、考えてみれば来年総裁選挙があるわけですよね。ありますあります。9月、はい、安倍さんの腹の中にはもう当然それを見た、うん、見据えたいろんな作戦もあるわけですよね。もちろんです。うん、本当ならですよ、鹿島さん、これだけ選挙で勝ったんだから、はい、それをまあリードしたのは安倍さんですからね。だからもう安倍さんが次の総裁選に出るって言えば、うん、もうそれはもうこんなに勝ったんだからって誰もがそう思うじゃないですか、はい、だけども実は一つポイントがあるのは、その選挙から総裁選までの期間がまだ約1年ぐらいあるわけです。そうですね。そうするとこの間に一体何が起きるかわからない、うん、それから進次郎氏が言ってるように、そのまだ要するに国民の中にはですね、盛りかけ問題なんかへの不信感もある。で、今支持率がね、選挙の後、内閣支持率は挽回しましたけれども、ね、選挙期間中っていうのは実は不支持の方が高かったりしてるわけですよね、うん、だからそういう意味で一体何が起きるかわからない、まだ先の話だということを考えると、まあ、必ずしも今回の 大勝利がそのまま、はい、参戦ということにはならないかもしれない。しかも、はい、まあ、僕がちょっと聞いた取材したところでは、石破さんなんかは間違いなく出るという流れになってますから。あ、そうですか。これ石破の幹部と昨日話したんですけどね。一昨日ですね、話しましたけども、いやいや、政治家の方はもうすぐテーマが浮かんでいいですね。もう来年の9月の対象したから、信任ってことではないと、必ず出るというふうに言ってましたからね。まあ、出た方がいいんですよ。だって議論のない総裁選なんておかしいじゃないですか、うん、石破派は数字見るとちょっと議席増やしてるんですね。まあ、20人ってことは推薦の、うん、まあ、20ですよね、はい、まあ、そのラインってことになって、まあ、自分の石破さん本人がいるからあれなんだけど、そうですね、なるほどね。じゃあこの辺のうごめきというのも、もう本当に油断のならない、そうなんです。だからね、安倍さんにとっては結局本当に大勝利すればこれでしばらく万々歳なんだけれども、今言ったように期間が1年ある、それから底辺にやっぱりまだくすぶっているであろう、そういう、これまでの盛りかけ問題を含めた不信感、こんなものがですね、これから国会運営の中で支持率がどうなってくるか、これによってやっぱりまだこれからどういうふうになっていくか分からないというね、そういう意味では安倍さんにとっては勝ったか勝ったと喜んでもいらればっかりもいられない、だからその謙虚にっていうのはこれ本音だとは思いますけどね。まあ、こう言っちゃ大変恐縮ですけども、健康問題っていうのもね、常につきまとっていきますしね、安倍さんの場合ね、まあ、それよくね、そういう話が永田町で出ますけれどもね、そうですか。ある女性はもうね、入閣する前から私は出ますって宣言した人もいるし、はいはい、それからなんか前情期待の元外相は、非常にこう穏やかな表情で、まあ、ね、どっちかよくわからない、ね、まあ、まさにそうでしょ、岸田さんですよね、それぞれの思惑で顔に出てますね。はい、謙虚、はい、安倍さんの辞書に謙虚という文字はあったんですね。やたら最近使います。まあ、選挙戦で、例えば、まあ、象徴的なのは、今回の選挙で、もう遊説で引っ張りだこだったね、はい、小泉
進次郎氏が、そのいや全国回ってね、やっぱり相当厳しい声があるって、これが現実なんだみたいなことをね、進次郎さん率直に言いますよね、何でもね、彼が大体回る選挙区っていうのはほら、厳しい選挙区、自民党が、そこに応援来てくれ来てくれって言うから、彼が行くとこって結構自民党が厳しい、どう厳しいかっていうね、自民党によく彼知ってるんですね、肌で感じられる。そうそうそう、だからそういう意味では、その彼も言ってたけれども、まだそういうその盛りかけ問題含めてですね、自民党への不信感って残ってるんだって言ってました。だからそういうものに対してやっぱり対処したからといって緩んではいけないという、やっぱりその警戒感っていうのかな、引き締めなきゃっていう思いは安倍さんにもあるんだろうと思いますけどね。政治家って面白いなと思うのは、もう例えば再来年の参議院選挙とかね、なんか言ってどうしたこうしたで緊張感もあるようだし、考えてみれば来年総裁選挙があるわけですよ、ね、ありますあります、9月、はい、で安倍さんの腹の中にはもう当然それを見た、見据えたいろんな作戦もあるわけですよ、ね、もちろんです、本当ならですよ、鹿島さん、これだけ選挙で勝ったんだから、それを、まあ、リードしたのは安倍さんですからね、だからもう安倍さんが次の総裁選に出るって言えば、もうそれはもうこんなに勝ったんだからって誰もがそう思うじゃないですか、だけども実は一つポイントがあるのは、その選挙から総裁選までの期間がまだ約1年ぐらいあるわけです。そうですね、そうするとこの間に一体何が起きるかわからない、それから進次郎氏が言ってるように、そのまだ要するに国民の中にはですね、盛りかけ問題なんかへの不信感もある。で今支持率がね、選挙の後、内閣支持率は挽回しましたけれども、選挙期間中っていうのは実は不支持の方が高かったりしてるわけですよね、だからそういう意味で一体何が起きるかわからない、まだ先の話だということを考えると、そのまあ必ずしも今回の 大勝利がそのまま参戦ということにはならない、かもしれない。しかも、まあ僕がちょっと聞いた取材したところでは、石破さんなんかは間違いなく出るという流れになってますから。あ、そうですか。これ石破の幹部と昨日話したんですけどね。一昨日か、一昨日ですね、話しましたけども。いやいや、政治家の方はもうすぐテーマが浮かんでいいですね。もう来年の9月の。対象したから、新任ってことではないと。必ず出るというふうに言ってましたからね。まあ、出た方がいいんですよ。だって、議論のない総裁選なんておかしいじゃないですか。石破派は数字見るとちょっと議席増やしてるんですね。まあ、20人ってことは、推薦の、まあ、20ですよね。まあ、そのラインってことになってます。まあ、自分の石破さん本人がいるからあれなんだけど。そうですね。なるほどね。じゃあこの辺のうごめきというのも、本当に油断のならない、そうなんです、だからね、安倍さんにとっては結局本当に大勝利すればこれでしばらく万々歳になっていかないよっていう、そこを肝に銘じないと、強引にそういうところで行っちゃうとね、この特に3テーマはそうだけども、本当ですね、だからそういう自民党にはこれやっぱりしっかり教訓としてね、結果を僕は出してるんだと思います、ね、しかしこの3つともいかんともしがたい問題ですね、みんな。そうですね、 TPP はね、今度ゴルフ一緒にやるトランプさんがもう井の一番にぶん投げちゃったし、それから、新潟の柏崎刈谷になりますかね、あそこは田中委員長がなんか最後っぺみたいにね、いいんじゃないかみたいなことになって辞めちゃったし、それから沖縄はね、これはもうずっと相変わらず、だけど一議席は取ってるんですね。まあそうですね、だからもちろん自民党も巻き返してはいますよ、だけども謙虚にっていうのは、安倍さんがおっしゃる謙虚にっていうのはね、まさにこういうところに自民党がこれから、まあ、安倍政権がね、気持ちをこう持ってちゃんといけるのかなっていう、そこなんですよ。無理やり厳しい顔をするのではなく、本当に政策でね、こういうところに気配りっていうか、しっかりと対応できるのかな、そこだと思うんですよね。いやだけど最後にちょっと伺いたいですけど、盛りかけなんていうのはもう全然滋賀にもかけないみたいな感じだったんですかね。いやだけどこれ認可問題ってのはまだこれから来ますし、それからまあいくつかのメディア私聞いてますけれども、新たないろんなまだね話をね取材して持ってるところあるんですよ。だからこういうものを国会に合わせてね、もう一回ぶつけていくって話も出てます。だからそうなると、これはねやっぱり国民の中でもまだ終わってないっていう、そこが再燃する可能性ありますよね。天敵の辻元さんが国対委員長になったし ね、なかなか激しそうですよね。安倍さん嫌いですからね。そうですか。だって辻元さんが、安倍さん大嫌いだ。辻元さんが質問するともう本当に安倍さん、ちょっと冷静になってよってぐらい。そうそうそう。だから。あれ見たくてだから早く。はい。鈴木哲夫さんは続いてはね、7時から登場します。はい。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、総選挙の結果で、いろんな角度から、いろんな人がいろんなことを言っておりますけども、今、ここで聞きたいのはね、ちょっと先走りかもしれないけども、
安倍さんがやに謙虚ね、まずこの理由、昨日もですね、緊張感を持ってね、職務に取り組んでほしいと、初の閣議でそう言った。で、夜は、幹事長とか副総理、まあ、二階さん、麻生さんなんかとステーキ屋さんで会食して、伝わってきたところでは、謙虚にやろうと。謙虚。はい。安倍さんの辞書に謙虚という文字はあったんですね。やたら最近使います。まあ、選挙戦で、例えば、まあ、象徴的なのは、今回の選挙で、もう遊説で引っ張りだこだったね。はい、小泉進次郎氏が、はいはい、いや、全国回ってね、やっぱり相当厳しい声があるって、うん、これが現実なんだみたいなことをね、進次郎さん率直に言いますよね、なんでもね。彼が大体回る選挙区っていうのは、ほら、厳しい選挙区、相当厳しい声があるって、これが現実なんだみたいなことをね、進次郎さん率直に言いますよね、なんでもね。彼が大体回る選挙区っていうのは、ほら、厳しい選挙区、自民党が、そこに応援来てくれ、来てくれって言うから、彼が行くとこって結構自民党が厳しい、どう厳しいかっていうね、自民党に、よく彼知ってるんですね。肌で感じられる。そうそうそう。だからそういう意味では、彼も言ってたけれども、まだそういう盛りかけ問題含めてですね、自民党への不信感って残ってるんだって言ってました。だからそういうものに対して、やっぱり対象したからといって、緩んではいけないという、やっぱり警戒感っていうのかな、引き締めなきゃっていう思いは、安倍さんにもあるんだろうと思いますけどね。政治家って面白いなと思うのは、もう、例えば再来年の参議院選挙とかね、なんか言ってどうしたこうしたで緊張感もあるようだし、考えてみれば来年総裁選挙があるわけですよね。ありますあります。9月、はい、で安倍さんの腹の中にはもう当然それを見据えたいろんな作戦もあるわけですよね。もちろんです。本当ならですよ、鹿島さん、これだけ選挙で勝ったんだから、それをまあリードしたのは安倍さんですからね。だからもう安倍さんが次の総裁選に出るって言えば、もうそれはもうこんなに勝ったんだからって誰もがそう思うじゃないですか。だけども実は一つポイントがあるのは、その選挙から総裁選までの期間がまだ約1年ぐらいあるわけです。そうですね。そうするとこの間に一体何が起きるかわからない。それから進次郎氏が言ってるように、まだ要するに国民の中にはですね、盛りかけ問題なんかへの不信感もある。で、今支持率がね、選挙の後、内閣支持率は挽回しましたけれども、選挙期間中っていうのは実は不支持の方が高かったりしてるわけですよね。だからそういう意味で一体何が起きるかわからない。まだ先の話だということを考えると、まあ、必ずしも今回の大勝利が、そのまま参戦ということにはならない。かもしれない。しかも、まあ僕がちょっと聞いた、取材したところでは、もう石破さんなんかは間違いなく出るという流れになってますから。あ、そうですか。これ石破の幹部と、昨日話したんですけどね。おとといか、おとといですね、話しましたけども。いやいや、政治家の方はもうすぐテーマが浮かんでいいですね。もう来年の9月の。対象したから、信任ってことではないと。必ず出るというふうに言ってましたからね。まあ出た方がいいんですよ。だって、議論のない総裁選なんておかしいじゃないですか。石破派は数字見るとちょっと議席増やしてるんですね。まあ20人ってことは推薦の、まあ20ですよね。まあそのラインってことになってます。まあ自分の石破さん本人がいるからあれなんだけど。そうですね。なるほどね。じゃあこの辺のうごめきというのも、本当に油断のならない。そうなんです。だからね、安倍さんにとっては結局本当に大勝利すればこれでしばらく万々歳なんだけれども、今言ったように期間が1年ある。それから底辺にやっぱりまだくすぶっているであろう、そういう、これまでの盛りかけ問題を含めた不信感、こんなものがですね、これから国会運営の中で支持率がどうなってくるか、これによってやっぱりまだこれからどういうふうになっていくか分からないというね、そういう意味では安倍さんにとっては勝ったか勝ったと喜んで